夢がラビリンスライフ。
な種類の種をまいて、いろいろなお花が一緒に咲いた状態にしていただけますか？冒険するダンジョンを選んでください。冒険するダンジョンを選んでください。どなたが挑戦しますか？頑張るわね。よろしくね。準備はよろしく。行きましょう、ひなたちゃん。頼りにしてるね、ゆりちゃん。ナナちゃん、待って。一人じゃ危ないよ、一緒に行こう。お気遣いは不要ですわ。あなたたちこそ、これ以上進むのは危険です。今ならまだ間に合いますから、引き返しなさい。いいですわね。そういうわけにもいかないよね。だよね。ナーミンたちのことを放っておけないし。にしても、ナナちゃん、どうしてあんなに焦ってたんだろう。いなくなってしまったミオさんという方は、ナナミさんにとって特別な人なのでしょうか。一緒にいるとこあんまり見たことないけど、ま、考えてても仕方ないよ。今はひとまず聖堂を進もう。私もご一緒させてください。この先に青いバラさんがいるかもしれません。じゃあ今回はソーマとミオミオとバラちゃんを探すんだね。ふみゅー、やることいっぱいだ。全部一気に見つけちゃえばいいんだよ。行こう。えっやあ、
レベルアップよ。私も応援するよ。よかったら一緒に行こうよ。よし、頑張るよ。それそれ。
知れないんだって。だからさ、一旦学園に戻ろう。できない。どうして？どうしても事情があるみたいだね。それなら私たちに何か手伝えることはない。くえー、みよみよいつにも増してクールだね。ひとまず元気そうでよかったけど、一人にするのは心配だし。よし、追いかけよう。やっぱり一緒に学園へ戻らなきゃ。ナナちゃんも相葉さんのことを心配してるしね。そうだね、行こう。絶好調ね。それ、ごめんなさいね。
したいことが少しいいでしょうか。すみませんが、お願いします。お願いしたものはどうでしょう。順調でしょうか。ありがとうございます。本当に助かりました。いいもの拾っちゃった。冒険するダンジョンを選んで、どなたが挑戦しますか？準備は万全よ。準備オッケー。準備はよろしいですか？行きましょう、ひなたちゃん。頼りにしてるね、ゆりちゃん。感じか。えいっと、元気。
私もいろいろと調べてみるわ。それ。
に合ったアイテムを買うとこの値段になるのさ。ありがとうなのさ。またいつでも寄ってみるのさ。おやおや、よく来たのさ。でも寄ってみるのさ。床に置かれたアイテムならこの値段で買う。ありがとうなのさ。
床に置かれたアイテムならこの値段ありがとうなのさ。店にあったアイテムを買うとこの値段になるのさ。ありがとうなのさ。もぐもぐ。またいつでも寄ってみるのさ。にゃあ。二人とも止まって。すごい数のモンスターに囲まれてるみたい。これはもしかしてモンスタールームに入ってしまったのでは？モンスタールーム？たくさんのモンスターさんと罠が集まったすごく危ない部屋のことです。逃げましょう。もう逃げ道なんてないよ。ということはやるしかないみたいだね。ベル、レムちゃん、絶対に離れないでよ。やあ！にゃあ！
絶好調だよ。少し休もっか。わーい。私も少し肩をお借りします。どうぞ、ネムちゃん。あれ、これなんだろう。花びらみたいですね。でもなんだか不思議な力を感じます。かすかに精霊様と似ているような。じゃあ、はい、ひなちんにあげるよ。いいの？同じ力があるならきっといいことあると思うんだよね。だからどうせだったらひなちぃに持っててほしいなって。ありがとう。お守りにするよ。助けてもらってるお礼だよ。さて、一休みもできたし、もう一頑張りしよっと。ここにあるのはソーマだけのようです。あ、ナオミ。
あなたたち、結局引き返さなかったのですね。ところで、どこかでミオさんに会いました？うん、無事だったよ。また一人で行っちゃったけど。そう。ん？どうしたの？ひなち。花の香りがする。お花？あ、もしかして青いバラさんがここに？え？なになに？誰？学園の生徒じゃないよね。でもどこかで見たことあるような。この方の姿、庭園にある精霊様の像に似ていますわ。もしや、あなたは。ごめんなさい。驚かせてしまったようですね。はじめまして。私は風夏の精霊。この聖堂を守護するものです。風夏の精霊。どうして、庭園の精霊像と姿が似てるんですか？私は聖夏様の力の一部。分身のような存在だからです。え？え？つまり、フローラちゃんその2みたいな？そのように考えてもらって構いませんよ。この聖堂では、今、異変が起こっています。今まで見たことがないほどの、強大な魔物が出現しているのです。早々に立ち去った方が良いでしょう。私は守護者として、原因を調べます。お待ちください、精霊様。この聖堂にはもう一人、学園の生徒が迷い込んでいるのですわ。その子がどこにいるか、ご存知ありませんか？ごめんなさい。今の私の力では。しかし、無事でいることは感じられます。そうですか。聖火様が新たに生まれたことも、私は感じ取っておりました。どうか、あのお方をお守りください。聖火様が真に覚醒されたとき、私の力も、皆様にお貸しすると約束しましょう。任せてください。フローラちゃんは必ず守ります。ありがとう、ベルフルールの乙女たち。あ、ひなたさん、見てください。先ほど拾った花びらが輝いています。あら？あなた、じゃんけんを持っているのね。じゃんけん？この、花びらのことですか？ええ。それを持っているのなら、あなたに、ご褒美をあげないといけませんね。ついてるね、ひなち！ご褒美だって！でもそのためには、私と勝負をしてもらわなくてはなりません。へえ。精霊様と勝負か。面白そう。勝つことができれば、より多くのご褒美を差し上げますよ。よーし。それで、一体どんな勝負なんですか？じゃんけん勝負よ。へえ、精霊様もじゃんけんされるんですね。ええ。さあ、こちらに来て。頑張って、ひなち。うん、行ってくる。心の準備はできたようですね。それではまず、胸元を開いてください。え？精霊様、じゃんけんですよね？そう。あなた、初めてなのね。ほら、もっと近くに。緊張しないで。力を抜いて。私が導いてあげましょう。あ、いやあ。よーし、行くよWhat?
お見事です。素晴らしい勝利でした。私にもできた。戻ってきた。じゃんけんの結果はどうでしたの？うん、いろいろあったから後で話すよ。彼女は戦い、勝敗は決しました。私もまたしばしの別れとなります。あなたたちが再びじゃんけんを手にした時、また巡り合いましょう。消えちゃった。ミオさんのことは心配ですが、ひとまず外へ出ましょう。精霊様にお会いすることができて光栄でした。うむ、フローラちゃんの成長は順調なのさ。だけど別の問題が出てきましたね。うむ、相葉ミオが未だに行方不明なのさ。きっとまだ風花の聖堂にいるのですわ。あそこにはすっごく強いモンスターがいるって精霊さんも言ってたよ。今の私たちでそのモンスターに勝てるかな。ちょっと不安。にし、どうやら私の出番のようなのさ。実はあれからオメガパワーの研究がかなり進んだのさ。その結果、妖精の力を使えば装備の合成が可能と分かったのさ。ほう、合成か。なんか一気に強くなれそう。しかし一つ問題があるのさ。実は合成装置を実用化するには資金が足りないのさ。おいおいおい、誰か助けてくれると嬉しいのだが。知ら、ななみちゃん、協力してあげたら。ななみちゃん、もちろん、そのくらいよろしくてよ。そうか、助かるのさ。あれれ、どうしたの、七海委員長。誰かに頼ってもらえるといつもはすっごく喜ぶのに。別に、私はいつも通りですわ。では早速、合成装置について説明するのさ。みんな、私の研究室に来るのさ。ななみちゃん、紫さん、聖堂の前では失礼いたしましたわ。ついとなってしまって。そんなことはもう、それより大丈夫？ミオちゃんのこと心配でたまらないのよね。
大丈夫よ。彼女はきっと無事でいるから。翔くん、よく来てくれたのさ。これが歴史に刻まれる大発明、複合物質生成装置、略して合成なのさ。おー、よくわからないけどすごそう。この装置を使えば装備の合成ができるようになるのさ。合成で2つの装備を1つにすれば、より強力な装備を作れるのさ。それなら強いモンスターとも戦えますね。うむ、ただアイテムを合成するには妖精の力が必要なのさ。え？私ですか？ネムにしかできないことなのさ。やってくれるのさ。はい、私でお役に立てるのでしたら。よく言ってくれたのさ。早速だが、合成をするために装置との同調をしてほしいのさ。同調？痛いことじゃないですよね。もちろんなのさ。それでは向こうの準備室に行くのさ。少しくすぐったいかもしれないのさ。もっと優しくしてください。一体何してるんだろう。ひゃこれで終わったのさ。お待たせしたのさ。凛花先生、お疲れ様。初めてでしたのに。ネムちゃんもお疲れ様。これでいつでもネムが合成をできるようになったのさ。合成装置は小型化して渡すのさ。ダンジョンでもどんどん合成してほしいのさ。どれを合成元にしましょう。
素材はどれにしますか？こちらの組み合わせで合成していいですか？頑張らないと。よいしょ、よいしょ。合成が完了しました。どれを合成元にしましょう？これも説明するよりやってみた方が早いな。試してみてくれ。それじゃあやってみるね。
取れたかな。種類の種をまいて、いろいろなお花が一緒に咲いた状態にしていただけますか？うん、わかった。やってみるよ。これも説明するよりやってみた方が早いな。試してみてくれ。それじゃあやってみるね。かけてくださいね。
暁様、今後暁様は掲示板からお花をお世話できるようになりました。掲示板からは一度に多くのお花のお世話ができちゃうんですよ。なんだかとっても便利そうだね。今回暁様には掲示板から庭園に種をまいてほしいんです。掲示板からのお世話をぜひ体験してみてくださいね。オッケー、やってみるね。これも説明するよりやってみた方が早いな。ため、それじゃあやってみるね。花でいっぱいの庭園に一緒にしていきましょうね。花壇のお世話をするときはエリアを選んでくださいね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？どれにしましょう。まく数はいくつにしますか。これでよろしいでしょうか。これでよしっと。どのお世話をしますか。花壇はどれにしますか。お水はどれがいいでしょうか。これでよろしい。きれいだ。
育ってね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにします？これでよろしいでしょうか？これでよしっと。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしいでしょうか？きれいに育ってね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにし、これでよろしい。これでよしっと。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしいです。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにしま、これでよろしいです。これでよしっと。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしいです。きれいに育ってね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにしますか？これでよろしいでしょう。これでよしっと。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょう？これでよろしいでしょうか？どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにし、これでよろしい。これでよしっと。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしい。きれいに育ってね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしまし、種はどれにしましょう？まく数はいくつにし、これでよろしい。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしい。きれいに育ってね。どのお世話をしますか？花壇はどれにし、種はどれにしましょう？まく数はいくつにしま、これでよろしいでしょうか？
世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。お水はどれがいいでしょうか。これでよろしいでしょう。綺麗に育ったね。どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭園に一緒にしていきましょうね。花壇のお世話をするときはどのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。どのお世話をしますか。お花でいっぱい。やってみたよ。まとめてお世話ってお手軽でいいね。暁様の手でどんどん庭園が素敵になっていきますね。それでは次は掲示板からの収穫についてお話ししますよ。またお時間があるときに桃に声をかけてくださいね。おはようございます。今日もいいお天気ですね。やってみたよ。やっぱり統一感があるといい感じだね。無事に終わったか。お前なかなか筋がいいな。ありがとう。よし、次はもう少し踏み込んだ説明をしよう。暇ができたらまた来てくれ。来たな、転校生。今後お前には特別に庭園管理室を使わせてやる。庭園管理室？よくわからないけど、ありがとう。庭園管理室では今までよりも大掛かりな作業ができる。今回はその中からタイルを変えてきてもらいたい。タイルが変われば大きく印象も変わりそうだね。そうだな。これはお前が好きなものにでもするといい。オッケー、やってみるよ。場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。何をするんですか。で、変えたい場所を選んでください。何をするんですか。庭園のレイアウトを変えることができます。タイルの柄を変えられます。どれにしますか。何をするで変えたい場所を選んでください。どれにしますか。これでよろしいでしょうか。他にも変更しますか。何をするんで、花壇のデザイン、どれにしますか。何をするんですか。変えたい場所を選んでください。何をするんですか。庭園のカスタマイズを、どれにしますか。カスタマイズ内容を保存できましたよ。どれにしますか。何、これも説明するより、や、それじゃあやってみるね。何をするんで、変えたい場所を選んでください。何をする、タイルのが、どれにしますか。
少し待っておけよ。よいしょ、よいしょ。何をするんですか？タイルの柄変えたい場所を。何を。やってみたよ。タイルが変わると新鮮な気分になるね。思ったよりも飲み込みが早いじゃないか。ここまで覚えられたなら、次は花壇のデザインについて説明するぞ。暇ができたらでいい。また来てくれ。今度は花壇のデザインについてだって言ってたよね。やる気十分だな、転校生。気づいているかもしれないが、庭園管理室では花壇のデザインも変更できる。花壇のデザインまで変えられるなんて、なんだかドキドキしちゃうね。これは庭園管理の中でも特に重要な仕事なんだが、これまでの働きぶりを見る限り、お前になら任せても問題ないだろう。ありがとう。それじゃあ早速やってみるね。何をするん、変えたい場所を選んでください。何を、花壇のどれにしますか？少し待っておけよ。よいしょ、よいしょ。何をするんですか？変えたい場所を選んで、何を。やってみたよ。うまくやれたと思うんだけど、どうかな。ほう、悪くないセンスだ。この調子でこれからも頼むぞ。よし、それじゃあ次でいよいよ最後だ。パレットの変更について説明する。暇ができたらでいい。また来てくれ。聖堂で行き詰まったのか？なら手を止めて庭園を歩くのもいいな。冒険するダンジョンを選んで、いいもの拾っちゃった。
オメガラビリンスライフ